前日11日の練習から強心強化に取り組んでおり、力強く振るのをもう一回、意識を大げさにしていますと説明した。開幕日は不透明で、実戦の予定も立たない現状。生きた投手の球を打つ機会がないからこそ、強心を重要視する。いいバランスで振った中で、いい形を見つけられるのが大事。結果第一の実戦では崩されながら打ったり、コンパクトなスイングも必要となる。だが、当てる打撃はいつでもできる。試合から離れているからこそ、力強さを追い求める。練習時間が短くなり、自宅で過ごすことも多くなった。空いた時間は、いろんな選手の動画を見たり、いろいろ勉強と自身の引き出しを増やすべく、有意義に活用している。限られた時間の中で両手を強く握り、密度の濃い練習を重ねていく。